7. パワーイントロ。ねえ、今からね、イントロ流れます。そのイントロを聞いて、誰の何という曲か当てるだけ。正解した場合には、パワーミックスセットをプレゼントなんですが、荒木選手。はい。実は、まあ、これプレゼントなんですよ。今日は来てもらったということで、はい、何かプレゼントあれば嬉しいというふうに、僕ちょっとオファーをさせていただいたんですけど、何かありますか？はい。え、これですか？今、スタジオに入ってる。僕が、はい、今年、プロ入り通算200盗塁をして、おめでとうございます。ありがとうございます。その記念の T シャツを、あ、これなんかあるなと思ったら、その T シャツだったんですか。すいませんね、友達のボケで。うわ、これデザインなんかは自分でやりました。荒木選手が、中日ドラゴンズ荒木選手がデザインをしたオリジナル T シャツを、なんとパワーイントロのこのセットの中に入れさせていただく、ありがとうございます。どういたしまして。いやーねー、こう今通算は203でしたっけ、確か。プロフィール見ると、去年までが172で、今年が31ですから、はい、203盗塁ということですよね、はい。メモリアルなこの200盗塁記念の、T シャツ、じゃあこれをプレゼント入れさせていただきますけどね、これできればサイン入れてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ入れていただいてのプレゼントです。まだ大丈夫です。じゃあね、はい、問題の方なんですけど、実は荒木さんの好きな曲言っちゃダメですよ。はい、荒木さんが好きな曲をここから問題にしたいと思います。じゃあいきます。じゃあいつものあれのパワーイントロの掛け声の方言ってもらっていいでしょうか。じゃあ荒木選手、はい、お願いします、はい、せーの、パワーイントロドンドンドン。思い出ありますか、ドリカムのこの曲は。思い出というより、うん、この時期になると、はい、なんとなく耳に入ってくる歌かなと。なるほど、うん、まあ、まさにドリカムの、なんかヒントありますかね、このタイトルで。ヒントは、ウィンターソング。だ、それ言っちゃダメですよ、荒木さん。荒木さん、はい、まあ、大サービスです。じゃあ今ね、サインを書いていただいている間に、じゃあ一曲いきたいと思いますのでね、ぜひ送ってください。 KURO@FMA.CO.JP KURO@FMA.CO.JP です。